ベント中に男性と思われる自称トランス女性が女子トイレの列に並ぶ場面が目撃されました。この件に関するある女性の投稿が注目を集めています。おい、トランス女性、男性が女性の格好をしている人が女子トイレに入るのはやめてほしい。男性用トイレがガラガラなのに、なんで建物の外まで続く女子トイレの列に並んでるんだよ。これ絶対に排泄目的じゃないだろ。参加したイベントで女子トイレでそのような人物に遭遇したので、不審者として警備員に通報しました。ピンクのフリフリ服を着た中年男性を接客していて、本人はバレてないと思ってるけど、女性が怖くて何も言えないことを理解していない。トランスの人は入るなってのはわかる。でも母親と一緒の男児がダメってのは理解できない。本当にトイレは生物学的な性別で分けるべきだと思います。それでも嫌なら多目的トイレを使ってほしい。自分も女装するものとして悲しく思いますが、女性トイレに入っていい理由にはならないと思います。なので自分は多目的トイレを使っています。新宿サブナードで50代くらいの男性が女子トイレに並んでいて、女性たちがざわついていたけど、逆上されるのが怖くて誰も何も言えなかった。トイレや更衣室はジェンダーではなく生物学的な性に基づいて使うべきだと思う。精神的な性別と身体的な性別は分けて考えるべきだと思います。何でも許される世の中ではいけません。本当のトランスの方は心の性差で苦しんだ経験があるので、多目的トイレを使うことが多いです。これは単なる女装男性だと思います。心が女性なら、女装したおじさんに見える自分の姿に耐えられないと思います。結論として、女子トイレに来るのは心が女性ではない。その男はただ女子トイレに入りたいだけだと思う。いい加減にしてほしい。結局その人物は捕まったのでしょうか。運営側が確認するまで休みのため、明日確認してみます。トランス女性、女装男性の方には申し訳ないけど、男性用トイレか多目的トイレを使うべきだと思います。見た目があっての中身だと思います。トランス女性は生物学的に男性、つまり男性の多様性の一部だとする考えを押し付け、女性に負担を強いる制度化には問題があると思います。トイレに長時間並んでいるということは、それだけで抵抗する力を失っている状態だと思う。女性が力を持ちにくい中、排泄後に何をされるかわからない恐怖がある。心が女性だとしても身体の力は男性と変わらない以上、女性が恐怖や不快感を感じるのは自然なことだと思う。多様性を押し付けられても、それが安全かどうかは別の話。女装した男性がいたら通報するのが一番だと思う。警察や警備員に対応してもらえばいいし、女性が時間を使って相手をする必要はない。施設側も適切な対処をしてほしいと願っています。自称トランス女性がトイレに入ってくる理由が全く理解できない。こういう行動をする人は本当に理解できない。もし本当に性同一性障害があるなら、性別適合手術を受けてから来てほしい。それなら全く問題ない。ただそれでもちょっと怖がる人はいるかもね。